トルシー、アブラモビッチ時代の FFP 違反が発覚、勝ち点剥奪の可能性が浮上。イギリスガーディアンによると、チェルシー前オーナーのロマン・アブラモビッチ氏は10年間にわたって代理人や関係者に数千万ポンド相当を支払うため、自身が保有する国外の会社を使用していたことが発覚。その中には、エデン・アザールの代理人や元指揮官アントニオ・コンテの関係者が含まれ、ウィリアンやサミュエル・エトーの遺跡への関与も疑われているようだ。仮に今回の件でファイナンシャルフェアプレイ FFP に違反したことが確定すれば、チェルシーは勝ち点剥奪を含む厳正な処分がプレミアリーグから課される可能性があるようだ。過去の話なのに今いるメンバーが被害被るのかわいそうすぎるな。せめて、死ぬほど重い罰金とか数年補強禁止とかにしないと今の選手もファンも不憫。スパーズに勝ってシティに良い試合して良い流れだったのに痛いなこれ。ソースはどこ？ロマーノが上げない限り信用ならん。じゃあシティはどうなの？って話になるよね。金関係チェルシー呼ばれるな。シティどんだけ隠蔽うまいねん。ロンドンの青い方より、マンチェスターの青い奴らをどうにかせよ。シティもエバートンもそうだけど、プレミアの調査進行中は本当に進行してますって感じ。チェルシーもシティも同じ不正クラブとしてこれからは仲良くしてください。そして一緒に4部落ち。まさかチェルシー VS マンチェスターシティの試合を4部で見れるようになるとは。プレミアリーグはレベルが高すぎるで。これからシティチェルシーは不正ダービーか、4部ダービーって呼ぼや。戦争加担の不正クラブとか終わってるだろ。4部降格どころかプレミアから除名してください。もう勝ち点剥奪されてるんかと思った。これに関してもう勝ち点剥奪されて今の順位なんじゃないの？って意見あってさすがに面白かった。剥奪するほどの勝ち点ないだろ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。